アウグスタマティルダ、イギリス王ジョージ3世と王妃シャーロットの長女としてバッキンガム宮殿で生まれた1789年6月22日に王の長女の称号プリンセスロイヤルを授けられた1797年5月18日ビュルテンベルク公国のフリードリヒ公使とセントジェームズ宮殿で結婚した夫は 最初の日アウグステとの間に二男二女も受けていた。シャーロットは1798年4月27日に女児を死産した後、子供は生まれなかった。1800年にナポレオン戦争の煽りでビュルテンベルクは侵略され、シャーロットとフリードリヒはウィーンへ亡命した。フリードリヒは治療モンベリアル白寮をフランス二譲とし、代わりにエルバンガーを受け取った。 1803年、フリードリヒは、ビュルテンベルク選定校となった。後、イギリス王家の介入もあり、ナポレオンの没落後ビュルテンベルクは王国として復活した。1816年に、夫と死別すると、シャーロットは、シュトットガルトのルートビヒスブルク宮殿に住み、親族の訪問を楽しみに余生を過ごした。1819年には、弟ケント公 エドワードの長女アレクサンドリナ・ビクトリアの大母を務めた。1827年、不シの手術を受けにイギリスへ帰国した。翌年、ルートビヒスブルク宮殿で死去した。ありがとうございます。